小笠原の縦パス、遠藤オリエシュート、キーパー取れない先制、遠藤決めた。後半10分先制、鹿島アントラーズ。うまいシュートでしたね。そうですね、ちょっと東口が右に動いたんですよね、センターに意識してね、まあ、そこを狙ったのか、どうなのかちょっとね、見てみないと分かりませんけども。遠藤はレフティーです。その遠藤がうまく左足浮かせたボール、東口、金崎がどあの前にフリーになってたんですよね、そこちょっと気になりましたね、キーパーもね。絶妙なコースに、まあ、ここしかないですけどもね、入るとしたらね、はい、先制点を決めたのは遠藤。